本日の、タイムテーブルを、お伝えします。まず、マルバーオンライン講に込めた思いということで、私塩沢の方からお伝えしていきます。で次に、アプリ制作、制作者、マルバ卒業生の挨拶、マルバオンライン講アプリサービスの説明、その次に動画のご紹介と、あと最後に今後のスケジュールという流れで、進めていきますのでよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、マルバオンライン講に込めた思いと題しまして、すみません、私塩沢すばると言います。マルバサッカースクールのコーチをやっております。で今、右側の方に、経歴がございますので簡単に紹介させていただきます。まずサッカー歴の方は、小学校4年生からサッカースタートしまして、江南南サッカー少年団、今日本代表ですと原口元気選手と同じ、所属の少年団になります。で次中学校がヴェルディジュニアユース、高校が、東京ヴェルディユース、大学が青山学院大学の、体育会のサッカー部で出場をしておりました。はい、でフットサルの方の経歴もございまして、まずインペリオ浦和、その後はバルドラール浦安、F リーグですね、 F リーグのバルドラール浦安、でその次スタルミーゴ岩手花巻で、府中アスレティックで、今マルバ茨城 FC ということで、まあ、サッカーの方も、マルバ SC、フットサルの方もマルバ茨城 FC ということで、サッカーもフットサルも、現役でプレーをしております。はい、でマルバオンライン講に込めた思いということで、今回このアプリを、まあ、制作した経緯なんですけども、まあ、たくさん、例年のように、ご質問を親御様からやお子様からいただいてまして、まあ、家で練習する方法がわからない、練習したいんだけどもポイントがわからない、などというのをもう例年本当にたくさんの数いただいてまして、まあ、それにお答えできないかなという思いがずっとあり、まあ、現状は子どもに直接回答したり、まあサッカーノートという形で、子どもが帰ってきたものをまあ赤で書いてやり取りしたりとか、あとは面談で具体的な練習方法などを伝えてきたんですけども、なかなかちょっと伝えきれてないところもあったりした中で、まあちょっとこの時代の流れにも乗りながらオンラインアプリという形で、今回アップすることができましたので、この形になりました。で、サッカーチーム、私、まあ、サッカーチームとフットサルチームを合わせて、まあ、10チーム以上渡り歩いてきてるんですけども、さまざまな指導者の方とか出会いだったりいろんな練習を、やってきたんですが、やはり今マルバで行っている練習っていうのはもう、随一だなっていうところを、実感しておりまして、まあサッカー歴は29年やったんですけども、はい、その中でもやっぱりすごくサッカーにとって大事な判断のところとか技術的なところもより試合で使えるものが凝縮されているなっていうところがありまして、でさらにこう家でやっぱり練習するってなった時に、どうしてもこうなんとなく漠然とやってしまうんですけども、具体的にポイントを押さえてやることでより上手くなれるかなっていうところのお手伝いができればなってところで、今回この動画に、強い気持ちを持って作成して、まとめていっている最中であります。はい、なのでご期待くださいというところですね。はい、以上が思い、オンライン講義を含めた思いです。はい、でですね、今一緒に、動画の方を制作している、ハローの代表取締役の赤津さん、赤津圭さんですね、まあ、簡単に私の方からご紹介させていただきます。赤津さんは、マルバの卒業生、水戸校の3期生ですね、3期生で、卒業生でやってて、でマルバで、大学生の時にアルバイトなどもしていて、そこで、結構親しくさせていただいています。で現在は、顕著な例で言うと、デヴィ夫人の、YouTube の、制作だったり、まあ、VR 界で第一線で活躍していたり、あと歌舞伎のアートで、
大活躍されている方になります。はい、岡さん、よろありしがくおとう願ごいざいしまます。す。はい。初めまして、マルバ卒業生の赤月圭と申します。よろしくお願いします。サッカー歴としては、小学校からマルバの水戸校で、に参加させていただいて、中学校で鹿島アントラーズジュニアユースノルテでプレーをしました。で、その時の、同世代が、今、横浜マリノスでプレーする大津祐樹選手。大津君が一つ上で、同世代ですと、今、アルビレックス新潟でプレーする、島田譲が、同い年で、小中と、プレーしておりました。で、高校では鹿島学園高校という、茨城県の、私立の高校で、サッカーの寮生活をさせていただいて、で、僕は18で、サッカー自体を引退してしまったんですけれども、その後もマルバでは、コーチをやらせていただいたり、大学時代も、代表の浅野さんから定期的にお電話いただいたりと、お世話になっておりまして、今、僕自身が VR ですとか AR、あとはそういう IT を使った、新しい、スポーツ、エンターテインメントのお仕事をしておりまして、今回、こういった、マルバレッスンの、オンライン化、アプリ化というところで、ご協力させていただきました。よろしくお願いします。それはアプリの、マルバアプリのプロモーション映像になります。いかがでしたでしょうかね。はい。ではですね、次に、オンライン校のアプリの説明の方に、入っていきたいと思います。まず、オンライン校アプリの概要ですね。概要から、12月1日のに、リリース、をリリース済みでして、初期ユーザー、最初は先着50名ということで、今、進めております。その下、スマホ、タブレット向けアプリです。iOS、Android 対応。で、決済方法が、クレジットカード。で、今後ですね、銀行振込の方も、追加していく予定でおります。はい。で、本サービスは、マルバサッカースクールと、株式会社ハローの、共同制作になります。はい。で、というかですね、対象者です。こちらが、上からいきますと、サッカー初心者ですね。今現在サッカー初心者。次、サッカーが、上手くなりたいんだけれども、先ほどお伝えしたように、具体的な練習方法がわからない、お子さんたくさんいらっしゃいましたので、そういう方、あとサッカーをですね、よく親お父様から相談されるんですが、教えたいんだけども、経験者じゃないので、正しい教え方というのがわからないので、そういうのを、教えてほしいということを毎年いただいてます。で、あとはですね、マルバのスクールに通うことができない、結構遠方の方が多いんですけども、そういうお声もいただいてますので、はい、そういう方にも、対象者となります。あと、スクールで実際通ってるんですけども、より、個人的にもっと練習して上手くなりたいっていう方もいらっしゃいますので、まあ、そういう方たち向けに、より
まあ、細かくというか丁寧に、動画の方で説明をしています。あとはですね、地域の少年団などでお父さんコーチとして活躍されている方がですね、まあ、練習メニューなどで悩んでいるということでご相談いただくことも結構ありますので、まあ、そういう方にも向けても、マルバの1対1などの練習メニューというのは有効かなというふうに思います。その下ですね、マルバメソッド、まあ、どういう教え方だったり、子どもの接し方など、まあ、トータルでの、メソッドに興味がある方なども、対象者になりますので、ぜひ、ご覧ください。はい。でですね、注意事項ではないんですけども、まあ、通常 の、 あのマルバのサッカースキル内容を、そのまま、オンラインの方に移行したというものではないので、より、今は初心者向けなんですけども、まあ、ご自宅で家でできる個人的な練習、個人スキルを上げるような、練習メニューで、構成されていますので、その点についてはあらかじめ、ご了承ください。はい。次、レッスン動画視聴、今現在も撮影中なんですけども、プロカメラマンの方が撮影した、多角的視点、解説付き動画を、アプリ内で毎月配信、まあ、月5本を、毎月5本配信を予定しております。はい、で12月はもう5本上がってるんですけども、はい、1月以降も5本以上5本を上げていく予定です。はい、あとは YouTube などでは、公開しない公開していない、マルバの、メソッドですね。はい、でもその辺を丁寧に、細かく伝えてますので、ご自宅での自主練習などにも確認しながら活用できるかなというところですね。はい、次がオンラインコーチレビュー、こちらはアドバイスプランのみということなんですけども、レッスンの動画をご覧いただいて、自宅で練習したプレーをですね、今スマホで、まあ、撮影していただいて、それをコーチに提出していただきます。でそれを、動画を見たコーチから、後日、コメント、これテキストですね、文章で、フィードバックを、送ります。でまたそれで、まあ、改善点などを伝えた上で練習していただくという、流れになりまして、こちらの、コーチのレビューの方が月2回、返信がありますという内容になっています。画面をお見せしていきます。アプリを開くとこういった形で、毎月の、レッスンページになっておりまして、だいたい1ヶ月に5本ほどのレッスン動画が、送られてきます。例えば1対1の動画を今見てみたいと思いますが、こういった形でレッスン動画とそのレッスン内容の解説がテキストで掲載されております。再生ボタンをタップすると、マルバサッカースクールコーチの塩澤です。今回は1対1について説明をしていきたいと思います。1対1なんですけれども、1対1というとまあ様々なシチュエーションの1対1があるんですが、今回説明する1対1に関しましては、ディフェンスが自分の前にいる、まあ、対峙した状態での1対1の説明になります。まずですね、相手が説明していきたいと思います。まず、ディフェンスが、まあ、対峙している状態です。で、まあ、1つ目に、気にしてほしいことが、まあ、ディフェンスの間合いですね。間合いでディフェンスが、はい、これ今ディフェンスの間合いで、まあ、歩幅でこれ人によって、まあ、身長が高かったり、まあ、それぞれあるので誤差があると思います。例えば私だと少し、誤差がまあありますけど、まあ、こういうちょっとした誤差を自分で気にすることが一つ目重要で、だいたい取られちゃう子ってしたりタイミングが合わなくてバチンってなっちゃうことが多いので、ここの位置だと取られてしまうけれども、じゃあこの位置だったらどうか、まあ、必ず離れなさいってことはないんですけど、このボールの置きどころを、この何センチかをしっかり意識して、まあ間合いを取りたいよねっていうところを、まあ、一番今伝えたいところですね。で、まあ、いい間合いが取れました、じゃあ戻ってください。はい、説明します。今間合い取れているので、ここですね、走出し、まあ、届かないよというところを、まあ、意識する。まあ、こういった形で主観映像も、プレイすることでよりプレイする際の、
自分の視点でのいかがでしたか。手の、背中側にボールを運べる、この空いたスペースにスピードアップ、行こうとしたこの動作に入った瞬間、この動きですね、この動き、この動きを、しっかり確認できてるかどうかっていうのが、この1対1の、ね、大きなポイントになります。でこの動作を確認できると判断をして、今だと体重傾いているので、まあ、逆を取るっていう判断が、まあ、子供でもできるので、まずこの間合い取った後の、まあ、この動作に対してのこの動き、まあ、ここよく見ようねっていう話をしてます。で、まあ、体重がかかっているので今だと判断をして、じゃあこっちに運びました。でこの後のですね、3つ目、1つ目2つ目3つ目開くので、この空いたスペースにというところですね、1つ目間合いのところ、で2つ目が、空いているところのスペースに、まあ、シンプルに運ぼうというところを意識した中で運んだ時のディフェンスの動き、具体的に重心のかかり方、まあ、膝の曲がり方などをしっかり確認する、見ること、その中で、見た中で右なのか左なのかという判断を、しっかりするというところが重要です。で、あの相手をかわせた、はい、でレッスン動画を見終わりましたら、こちらのカメラボタンをタップすると撮影モードに切り替わります。でこの状態で撮影をしてアップロードをすると、こういった形で、あなたの投稿した動画が、アプリ内にアップされますので、コーチからのコメントを待つといったあのアプリの仕様となっております。スバルさんの方からもし補足などあれば。流れは今のような流れになりまして、本来スクールなどでもより個人個人個別に、今載せたようなことを、まあ、細かくというか、まあ、分かりやすく伝えていきたいなというのは常にあるんですけれども、ちょっとまあスクールの時間だけですとどうしても人数の、人数が多かったりして、そこまで掘り下げられないなというところを、動画にしました、してます。でさらにここの膝の曲げ方とかっていうところ、まあ、かなり細かいんですけど、そういうところがこう、まあ、1対1に関して言うと勝ち負けにつながったり、そのちょっとしたところの意識を持つことで自分が優位に立てたり、ボールコントロールに関してもやはり漠然とやるのではなくて、ある程度ポイントっていうのを意識して持った中でやることで、よりそのなんていうんですかね、実践で使えるものに近づいてきますので、そういうものをこのオンラインの特性を生かして、ぜひやっていただけると、うん、まあ、ライバルの差をつけるというか、自分自身が成長してより楽しめるところのステージに行けるんではないかなというふうには思って、作成していますので、はい、ぜひご覧いただければなというふうに思っています。で次ですね、料金の方に、説明させていただきます。料金プラン、今2つですね、ご用意していまして、ライトプラン、左側ですね、3000円で、月額3000円、でこちらはオリジナル動画レッスン、動画の視聴のみというプランになるんですけども、今こちらが12月1日リリースしたばかりで、動画の本数がちょっとまだ、少ないのと編集途中のものがありますので、こちらは今、まだ実施しておりません。で右側の、アドバイスプラン、こちらは今、実施しておりまして、月額が5000円、でオリジナル動画レッスン、先ほどお見せしたサンプル映像のようなものですね、はい、これを5本今流しています。でコーチの方から、月2回、送られてきた動画をに対して2回、レビューを、お返ししてます。はい、で提出されたですね、動画にコメントなので、まあ、メール文章、テキストで、返信させていただいております。はい、ちょっと簡単なんですけど以上が料金説明になります。はい、で今後の、申し込みの流れになるんですけれども、まず1番、入会希望者に、入会フォームをお送りいたします。2番、申し込みフォームより、メールアドレスなどを、登録してください。3番、メールアドレス宛てにクレジットカード決済リンクを送信します。クレジットカード決済4番、クレジットカ
カード決済後1日か2日以内にアプリのログイン ID、パスワードと、メールアドレス宛てにお送りします。5番、アプリをダウンロードし、トップ画面でログイン ID、パスワードを入力するとすることでご利用ができますという仕様になっております。今後の、申し込みの流れの注意点、上からいきます。初月利用料決済後、1から2営業日で ID パスワードを発行しご利用いただけます。30日間の、月額自動更新となります。月途中からの利用料金の日割りはございません。あらかじめご了承ください。次が、大会希望時は、毎月、25日までに運営までに、メールでご連絡ください。大会後でも当月末まではご利用いただけます。はい。で今後のスケジュールですね、2020年12月、今初級者向けコンテンツ、5本、配信しております。で初月が限定50人までとなっております。で2020年2月、50人から、増員する予定で、今おります。で2020年4月、中級者向けのコンテンツを提供開始、予定、利用ユーザーの声を受け入れながらコンテンツを制作していきます、していく予定です。で、このスケジュールは、ちょっと想定のため今後、まあ、変更となる可能性がありますので、事前にあらかじめご了承ください。すみません。それでですね、ちょっと今スライドの方はないんですけども、ご質問を 2件いただいておりますので、口頭の方でお伝えいたします。まず1件目が、オンライン校は12月から参加可能ですかということでいただいてまして、12月から、参加可能です。はい。で2つ目の質問、ご質問が、個人のレベルや、目指したい内容によって動画のレッスンの内容は変わるのか、まあ、どれくらいの頻度で動画のレビューをいただけるのかというご質問をいただいております。これは先ほどの説明も、重複するんですけども、まず頻度は、月5本ですね。月5本を、配信して、コーチからのレビューは2回、これはレビュープランの方はその、プランになります。個人のレベルや目指したい内容って動画のレッスンの内容が変わるのかっていうところなんですけれども、今現在初級編ということで、まあ、サッカーの本当基礎の基礎のところを丁寧に掘り下げて、撮影をしています。で、先ほどあったように今後中級上級と進んでいく予定ではいるんですけども、まあ、動画の撮影だったり編集の都合で、ちょっと予定は多少前後することはあるかもしれないんですけども、その予定で組んでおります。ですので、ちょっと今はまだ初級編なんですけども、今後に関しましては、自分が必要というかやりたい内容を、動画が増えていけば見れるようになっていくと思いますので、そちらから自分が練習したいとか課題のものを、チョイスしていただいて、それをコーチに送って、レビューをもらうというようなことは可能かなというところなんですけど、今現在ちょっとまだ現実的ではないので、今後その予定はあるという回答になります。はい、そうですね。はい、ご質問は以上の2点ですので、そちらが回答になります。あと今、ちょっとまだ出せてないんですけども、全体の初級編のメニューとしては、動画の内容としては、まずボールフィーリング、今12月に5本上げてるんですけども、ボールフィーリング、あとはジグザグドリブル、2つ目のこのジグザグドリブル、あとマルバでよくやる練習なんですが、コーンを避けるかわせ練習、コーン避けドリブル、が3つ目で、4つ目が、ステップワーク、4つ目の項目ですね。で5つ目がターン、で6つ目が、まあ、キック、パスですね。インサイド、インステップ、アウトサイド、キック。あと7つ目がシュートですね。はい。大体今の7つの項目を柱に、しつつ、1対1の動画もスクールでやってるものを、より掘り下げたものを毎月、5本の中に含めて、
配信していく予定で、今作成と編集を進めております。はい、以上が、回答になります。説明会通して、こちらの方で流れとしては終わりですので、もう必要ない方は退出していただいて問題ありませんので、よろしくお願いいたします。何か質問や相談などある方いらっしゃいましたら、音声またはチャットの方で、いただければ、回答させていただきますので、ぜひ、お願いします。私たち的にも動画の制作はしてるんですけれども、いろんなお声をいただきまして、いただきながら作っていきたいという思いもありますので、なんか率直なご意見などありましたらぜひお願いいたします。と言っても難しいですよねとは言ってもというところで、はい、実際スバルさんにはレッスン動画のポイントとか、なんかどういうことを伝えるための、構成になってるかなどってお伺いしてもいいですか。ポイントですか。ポイント、まあ、ポイントは正直、たくさんあったり、人によってはこだわるポイントが多少変わったりはするんですけども、今は初級編なので、ちょっとまだボールコントロールが思い通りにとか、もしくは、ある程度経験年数はあるんだけど、よりなんかこう基礎の基礎をしっかりやりたいっていう、やっぱり高学年の方も意外と多いので、そういう方向けに、なぜこれが必要なのかみたいなのをしっかり、理解してもらって、どうしてもちょっとこのルーティーンでチーム練習などこう形でこなしてしまうことが多い中で、なんでこれが必要で、これをすることでこうどういう未来というか、自分が獲得してその先にある未来はどうなっていくのかまで伝えられればなと思うんですけど、まずそのなぜってところをしっかり理解しない限りは、その練習やる目的だったり意義が見出せないと思うので、その辺をしっかり、ポイントを、あんまり多くはしてないつもりなんですけど、3つぐらいに収めて、やる理由、っていうのを、理解できるように、意識して作っています。はい、単純な練習が多いんですけども、単純な練習こそ、本当基礎の基礎なので、しっかりやっぱやれる子は、その後のなんていうの、基礎の上にあるスキルなのが生きてくるかなっていうところですね。ありがとうございます。マルマのスタッフの方も入っているので、もし何か、ありましたらお願いします。はい、あ、ユーマなんですけど。はい、こんばんは。12月に入会して、はい、1月になってまた12月のあれ動画をまた見ることってできるんですか。今のところは12月の動画も見ることはできます。なので、1月に入っても12月のレッスンをもう一回確認するということはできます。ありがとうございます。ありがとうございます。他にはないですか。ユーマはないですか。ユーマは、はい、ないですか。遠慮せずユーマくんは横浜校で教えてます。はい、ありがとう。他はいかがですか。はい、あれ、1対1についての質問ってできるんですか。はい、1対1について質問、できます、できます。はい、大丈夫ですよ。できます。はい。
ありがとうございます。スクール例えば終わった後でも本当はこういう話をたくさんしたいんですけど、実際ちょっと時間の兼ね合いとか次のクラスが始まったりとかいろんなものがあって、一人一人個別に話していきたい気持ちはずっとあるんですが、なかなか話せないので、まあ、こういう機会を有効に利用していただいて、より今だとユーマに対して個別にもっとこういうところがっていうのは伝えていけるので。そういうものもうまくというか利用していただければなというふうに、考えています。はい、より個人にっていうところですね。一対一の質問できます。してください。なので、上げていただく動画の中で質問していただいてもいいかもしれないですね。そうですね。一応今まだ5本、所持5本なんですが、最終的には70本から、まあ、100本近い数を、取って出していく予定で今活動はしていますので、期待していただきたいなというところです。皆さんいかがでしょうか。あれこそはという方がいらっしゃいましたら、ぜひ質問をお願いいたします。と動画に関してはスローの映像なども、多用しているのと、先ほど少しお見せした1対1の、ここにこうヘルメットみたいなのをかぶってカメラをこうつけるんですけど、ここから見た視点っていうのが、見れますので、まあ、ちょっと早くて瞬間瞬間多少見づらいところあるんですが、ある程度そのプレイヤーのこの目線でどういうところをこう意識しているのかっていうのが、見える形で、伝えているので。その自分の視点、選手プレイヤーの視点から見た相手の感じとか、どこに意識を置いてるかっていうのは、まあ、知っていて間違いなくそうはないですし、やはりこういい選手だとその辺のこう見つけどころっていうのがすごい良かったりするので、まあ、そういうのを解説を通して、伝えているので、ぜひ自分のものに、してもらいたいなというところではあります。そうですね。あとご要望を今いろいろいただいているところはあるので、その辺も、たくさんお声をいただいて、皆さんの声を、フィードバックという形で盛り込んで、より良いものにしていきたいという思いでいますので、実際私も親御様と話してていろいろ聞いたりはしてて、で、まあ、今の形になってるんですけども、より、まあ、ちょっとこう積極的な意見というか。指摘などもいただけるととてもありがたいです。大丈夫そうですかね。他何かありますか？そうですか。止まっちゃいましたね。止まっちゃいましたね。
なるほど。今、電車に乗りながら見ていただいている方もいらっしゃるそうです。ありがとうございます。いらない情報でしたね。動画の説明ですね。質問はなさそうですかね。そうですか。大丈夫そうですか。一応予定では毎月1回こういう形でオンライン説明会を行いながら、また親御様から、フィードバックをいただければということで予定してますので、はい、概要は変わらないんですけども、もしご意見などありましたら、はい、ぜひご参加いただきください。お願いいたします。まだスタートしたばかりの、アプリですので、皆様のご意見どんどんいただきながらより良いサービスにしていきたいなという話はよくスバルさんともしておりますので、本当に気軽に何でもお伝えいただければと思います。ちょっとこの場でお伝えづらければ各校にいるコーチなどにも、ここちょっと気になってるんだなんていうのを一言二言いただければ私の方に、吸い上げる形にはしていますので、はい、何気ないことのすごくありがたかったですのでお願いいたします。はい、すいません。はい、アドバンスコースとかので月2本動画を見ていただいて返信していただけるっていうのをその2回振り返りという形で翌月に回すことって可能なんですか。例えば旅行とか行っちゃってどうしても動画が撮れなくて、はいはい、今月2回そちらに送ることができなかった場合と翌月に4本送るとかいうのはできないんですよね。まだそこまで、ルールが正直固まってないというのが正直なご返答です。はいはい、で今の段階であればできるだけこうお返しするご対応するということはできるかもしれないのですが、やっぱりこう人数が増えてきた時には今の月2本というところで上げていただけないと対応できないというケースも今後出てくるかなと思いますので。そうですよね。はい、はい、できるだけなんかお答えしたいなと思いつつもちょっとまだ固まっていない状況です。はい、そうですね、こちら分かりました。すいません、ありがとうございます。そういったケースも考えられると思うので、はい、受験させていただきます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい嬉しかったですね。そういうご意見ありがたいです。ありがとうございます。はい、他はありますか。はい、今質問の波が来てますのでチャンスです。皆さん質問するなら今がチャンスです。はい、質問しやすい流れになっております。いかがでしょうか。あ、チャットでも大丈夫です、どちらでも。はい、大丈夫ですかね。我こそはいらっしゃいますか。今日はスクール生以外のビジターの方も入っていただいているので、はい、ありがとうございます。うん、でもそうですかね。
ではよろしいでしょうか。あとはあれですね、今後、ちょっとまだ全然、固まっている発表法ではないんですけど、マルバの、卒業生の J リーガーなども今多数、出ているので、先ほどの大津選手とか、などもたくさん、出てきているので、そういう方たちに、今後、インタビューだったりとか、ちょっと特別なイベントじゃないですけど、そういうものも、このアプリの中に入っていただいている方で、できたらいいなっていう話を、はしたりはしてますので、なんかそういうものもちょっとイベントの楽しみの一環として、やっていこうと考えてはいます、はい、できるだけ現実的にしていきたいなと思ってますけど、はい、ちょっと構想としてはそういうものもありますので、オンライン校限定のイベントですね。はい。です。時間的に、はい、どうですか。では、特になさそうですので、はい、これにて、終了とさせていただきます。お忙しい中お忘れましてありがとうございました。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 ありがとう。ありがとうございました。